つけたもんね。ホールマンから右サイド、ウィリクシャー上がってきます。このボールは直接だ。危ない危ない危ない、懸命にゴールをアピールするオーストラリア。このシーンです。入ってない入ってない入ってない、絶対入ってない入ってないですね。入ってないね、入ってない。ライン上にはかかっていますが、完全にボールがラインを越えていません。いや入ってない入ってない、全然入ってない。ラインにもかかってないでしょこれね。うん、全然 OK です。このシーンです。入ってない入ってない入ってない、絶対入ってない。入ってないですね。入ってないね、入ってない。ライングです。遠藤からリガ、ハンドボールは収まっている。まだ日本ボール、リガキープ。あー、懸命のクリアを見せるオーストラリア。松さん、はい、リー今回久しぶりですけど、ファーストタッチでボール収まったんで今日いいんじゃないでしょうかね。ねえ、今ねちょっとハンドだったね。逆の選手かと思ったらリーがハンドだったね今ね。ハンド、ボールは収まっている。長友、長友入ってきた、フリーだ。ほらほら、スペインとなられ、やったやったやった、スペインって奪った。日本のゴール、やったやった、日本にやりました。やった、ほらリーだろ。日本の底力はやったやった、チームで戦う強い絆であります。ななみさん、はい、ものすごいフリーになりましたね。やったやった、シーブル。岡崎、おっと、ハンドを取られました。ペナルティーエリアの外です。今もしハンドじゃなかったらもう決定的なチャンスでしたね。ちょっと危ないところですね。そしてロスタイムも目安1分台突入。これがラストプレーになるのか。みんなで守ろう、みんなで守ろう。レフリー止めてますよ、時計を。七海、はい、七海さん、はい、気持ちだけで壁に入ってここ守ったら優勝ですよ。これラストプレーですね。ラストプレー、ラストプレー。優勝を信じます。壁に入ってるからね、相手が壁に入ってるからね。この辺も頼むぞ。当てた、もう一回、もう一回、まだだ、危ない、まだだ、よし、よっしゃ、よっしゃ、日本勝った、やった、日本がアジアで一番です。アジアチャンピオンは日本。やったやった、ナイスだ。やっぱり日本は決勝行ったら負けたことない。日本の歓喜の輪が広がりました。